ちゃんちゃんして、ほら今から、そしたらつってさんに極上のね、マッサージをしてあげましょう。上がりで、はい、ごてんってしてごらん、ごてんってしてごらんさい、はい、ね、ごてんってしてもらうなさい。そっちマットの上置いてください、ね、気持ちいいでしょ、気持ちいいでしょ、ね、どのくらい、これ永遠にしたら永遠甘えるんですかね。先生さんが逃げるまでやってみたいと思います。すごい、2分今してます。2分経過、まだちょっと爪も伸びてきたね。あ、どこ行く？いかんのかい。好きねやったもん、ほんと。どっぷり使ってますね、沼に。どうしよっか、多分ね、もうせんでいいよって逃げるか、もしくは寝ちゃうと思うよね、気持ちよくなりすぎて。どっちかですね。その体いっぱいでね、こうやって気持ち最高だぜってこう表現してくれるので嬉しいっすよね。もういい感じかな。6分48秒でございます。どっかにはいかんけど、ちょっと満足してる感じはある気もするけど、もういいですか。じゃあ出た、 OK、 もういいみたいです。タイムは7分15。まあ、最後ちょっとロスタイムがあるけん、6分半ぐらいかな。星ポンポンは6分半したら、あ、え？第2回戦行きたいと思います。じゃあ続けていくよ、これ。今僕から倒したわけじゃないですもんね。チェチェさんからゴロンってしたから。立ち上がってうろうろして、なんか座ったりとか、もういいよって感じだったらやめようかな。このままちょっとニャントークしてみようか。獲物を追いかけてるよ。獲物じゃないって。だから獲物を狙ってるよ。なんか僕のこと、僕のこと獲物って言ってんの。あなたが必要だよ。ちょっと獲物っていう表現とさ、あなたが必要ってさ、もうなんかド S やん。 SM 嬢みたいなやつよ、これ。 SM プレイしてんの、僕今。攻撃するぞ。攻撃するぞじゃなくて。はい、無知でしばきたい的なやつね。そういうことですか、お嬢様。調子はどう？ありがとう、たまに気遣ってくれるのね。来てる来てる、もっと欲しいってこと？分かったよ、ほら。元気がないよ。元気ないの？はい、じゃあ、はい、ほらほら、もう、はい、パタパタパタ、はいはいはい、もうこれ以上元気がないよ。元気がないよ。元気頑張ってるよ、俺だって頑張ってるよ。疲れるの、元気がないって言われても。なんか痛いよ。なんか痛い、あ、ごめんなさいごめんなさい、痛かったよ。ちょっと、でもね、痛いって言う場合にはあなたね、すごく喜んでるけどね。こっちに来て。来てます。来てます。怒ってるぞ。怒ってんの？調子はどう？もう疲れたです、僕。疲れたです。いつまでするんですか、これ。あ、はいはい、ごめんなさいごめんなさい。かまって。かまって。今の絶叫でかまって。
溜まってますけど、そこまで解釈を覚えてしまった。そんな声したのに構ってって言ってた今。いてててて。こんにちは。こんにちはじゃないのよ。エロいな。なでなでして。してるしてる。向こうに行って。向こうに行っていきなりすん出すかいここで。行くよ。そんな人だから。これマジ永遠にするんじゃないかな、大丈夫。いやよ、人生ちょっと女王様のポンポンしてご飯 だけ食べる生活いやよ、これもう19分してますけど、お嬢様19分してますよ。もういいんじゃない、もういい。なんかイライラする、イライラする。細かいこと言うなってですから、すみません。わかりました。そうっすよね。そんな長いとか言うもんじゃないよね。愛は永遠ですもんね。気分が乗らない。ごめんなさい。ごめんなさい。そんなこと言ったり申し訳ない。もう言いません、その後。もう結構やったよ。もう最長記録かだけ出してますよ。こんなにあなたを愛したこと初めてかもしれない。しっぽブンブン動くとイライラしてるやん、イライラしてるやろ、このブンブンは。こんだけ撫でて、こんだけポンポンしてイライラしてるんですか、あなたね。え、あ、僕の言葉にイライラしてるの。はい、というわけで、長い時間しましたけども、まあ、ポンポンし始めてからどのぐらいで満足するかって測ったところ22分でした。最後の最後は僕がちょっと喋りしすぎたばっかりに、いろいろなんか言い訳というか、そんな言い方になっちゃったのかな、言い訳というかひどいこと言ってしまったのかな、うん、最後のニャントークはかまって、なんかイライラする、気分が乗らない、で、終わりました。なんか尺に触ったみたいですね。もうちょっとド S 級の猫ちゃんやってるのは今日、まあ、改めて知って、でもここまで S とは知らんかったけど、新たなチャチャさんの一場面が見れました。ただ怒らせてしまった。見てあれ、ちょっと怒ってるもんね。女性って難しいっすね。良かれと思ってやることが怒らせてしまうことがあるって。僕も変わってないですね。ご視聴ありがとうございました。あっちに行って。え、なんで喋った今。え、心の声も通じてんの、ニャントークって。怖っ。あ、ここじゃない。ごめんなさい。